第二系統の違いなので、より沖縄県民に被害が報じるのにそれを嘘ついてるね。そういうことが新聞報道でさせられてましたけども、大体沖縄でニュースになってることが向こうではニュースになってます。いや、私もニュースにもちょっとなってるんですけどね。この問題もなってますか。いや、でもそれはあんまり飛行経路について健康が嘘くなるっていうのもないですね。 V 字か、あちらで、そして今月に日本か、そして報告書を官房長官が出してくれてということは報道されてますけどね。政府が説明するのというところは、はい、そうなんですよ。新法タイムってそれから公開品になったんで、はい、お土産でもって言って、はい、新聞社が協力してます。出かけずヤシャミともお話ししようかな。広がりとくずやったらバッテリーだぞ。やらないです。本当のマスコミの皆さん目の前ではっきり言っていますけど、ジャーナリズムは沖縄の方が素晴らしいと思います。でもまた民主党代表選で普天間基地と辺野古が大きな争点になると、またそれで自民党も頑張って日米共同宣言の結果ができるように頑張って、あとは県知事選で勝って、そこで、明確に議会で使える。そうだ、はい、頑張って現地戦で勝って日米共同戦まで使用を受け入れする。よかった、もう本当によかった。私もあるでしょ。じゃあちょっともう一回いい映画をしてみたいね。はい、行きます。一番甘いガールフレンドかもしれない。あれ、シャッターブタが降りないよ。逆じゃないですか。こうかこうか。はい、もう一枚撮らせてください。幸せだ、おじいちゃん。バイバイ。僕はあの男性と聞いたことないのに、見るないのかと僕言ったら、ちゃーんと置いてくれたって。それであんた一人なんだよ。あ、三品茶かな。だから、この一本を感じるのなのあんた。すいません。他の二人は全然の口をつけてない。ああ、すいません。そげねえな、この一言を持ってね、もう言わかしにしたよ。あんた一人、あの飲んだの三品茶。でもあの時5月の、20何日かだったから、あの後署名拒否して離脱して、また今頑張って、この後ルース大使に会って、またいろんな資料を渡して、話してきました。まあ、一つでまた今日も頑張ります。ミュウさんごめんね、到着が遅れて。いい、車の一枚いらっしゃったら貼りました。もう一枚、あ、ごめんなさい。今日は海が、あ、ごめん、ごめんなさい。じゃあよろしくお願いします。あ、すいません。民主党の代表選に吉田さんが、はい、はい、民主党の中できちっと議論していただきたいですが、今度の代表選は沖縄の普天間基地の問題と、それから辺野古に基地を作っていいのかということが大きな争点になるように期待をしています。普天間基地に対する新
新しい代表、はい、まあ、菅総理の再任も含めて、はい、それが方向が変わった場合、現実への復帰という可能性も視野に入れていらっしゃいますか。社民党は日米共同声明に辺野古に基地を作るとあったので、私自身が署名を拒否し連立を離脱をしました。ですから連立復帰する条件とすればやっぱりその日米共同声明の、あの撤回などがこれは必要です。 できれば今回の、民主党の代表選でこの辺野古に基地を作るかどうかというこの大きなあの本当に争点にしてほしいと思っています。社民党もそうなるべく頑張って日米共同声明の見直しをするべきだということを大きく言っていきたいと思っています。そして沖縄の県知事選挙で何としても伊波さんをみんなの力で当選をさせてやっぱり日米共同声明の撤回ができるように活路を開いて頑張っていきたいと思っています。でそのためにはやはり民主党の代表選で辺野古に基地を作るのはおかしいということを大きな争点にしてほしいというふうにも思っています。ちょうど前の会長の川内さんとですね、はい、小沢さんが面談をして会談をしてですね、はい、テーマも問題は代表選の争点になるなと、はい、アメリカに何でものが言えないのかと、はい、まあ、国外に決して、はい、この時だった緊急を言ってですね、はい、小沢さんはあの消費税と政府の争点になるというふうにも言ってるんですが、はいはい、ということはもう小沢さんが勝った場合にはもう辺野古を見直してほしいということで現実ということは十分あり得るとというかですね、それはあの、将来の問題なので、はっきり日米共同声明の撤回などを、政府として決めてもらいたいというふうに思っています。でそれは決めてもらいたいという願望だけでなくて、そうなるように社民党としても全力で努力をいたします。社民党もルース大使に、私自身もこの間会って、沖縄の県議会で の前回一致の決議、沖縄の頭越しに決めるのはあのけしからんということと、日米共同声明の撤回をすべきだということをあの決議をきちっと渡しましたので、そういう努力をしながら政府が日米共同声明の撤回をするべく社民党としても頑張ります。でこれは代表選の結果どちらになろうとも日米共同声明の撤回が行われるように社民党としても努力をしたいと思っています。あの県内では、はい、あの市選もそうなんですが、はい、名護市の方では市議選も確かに溜まっていますが、はい、私は日本の政治を沖縄の政治を本当に変えるのが今度の沖縄の9月12日の自治体選挙であり11月28日の沖縄県知事選挙だと思っています。これはもう沖縄だけの問題ではなくて日本の政治の本当に根本が問われると考えています。ですからその直前にちょうどこの辺野古にあちょうどこれあのジュゴンとサンゴ礁とあサンゴ礁のブロジなんですがここに来てしかもまあ民主党の人たちとも一緒にあの行動もしますのでもう一回この沖縄から真っ当な政治を取り戻すんだっていう機運があの本当にまたまたとりわけ高まるようにと思っています。でちょうど私も9月1日2日3日2泊3日で16名の社民党の議員を応援すべく2泊3日まず沖縄に張り付きます。ゆっくり今度は東京でお話し合いを、はい、頑張ってね。どうも。あ、どうも。こんにちは。こんにちは、どうも。
そして皆さんが基地建設反対に署名をしてくれたこともちゃんと記憶に残ってますので、ぜひそれを生かしてほしいと、川口さん、斉藤さん、近藤さん中心にですね、ぜひご協力よろしくお願いいたします。よしよし、どうも。新科もいっぱいいますけどね。はいはいはい、デイビーさん、佐野さん、頑張ってますよ。もうあんたの元子もね、別にもう僕は僕もおしゃれやってるから、ありがとう。頑張りますから、はい、頑張りますよ。ありがとうございました。頑張ってますよ。ありがとうございます。頑張ってください。はい、お願いします。お時間様です。はい、じゃあ行きましょう。はい、本当にお疲れ様でした。体どうですか？名前が年は忘れてしまって、大正11年、今年21年、どうです。佐久間さん、時間ない、時間ない。すいません、今度またゆっくり機会を持って、よろしくお願いします。Thank you.